隊長、隊長、隊長、隊長！僕は普通に何度も呼んだよ。気づかず寝てたのは隊長じゃん。じゃっじゃーん。どう？気に入った？そう、聞いて。なんか三剣の間で手作りのお菓子を大切な人にプレゼントするのが流行ってるんだって。で、みんながお菓子を作るから調理場からすっごく甘いいい香りがしてて、気になって覗いてみたら、みんなが作ったお菓子を味見させてくれたんだ。すっごく甘くて美味しかったなあ。そうだった、いちご一振りのケーキの味を思い出したらつい。そう、みんながプレゼントをするのなら僕もやってみたいなって。でも僕はお菓子なんか全然作れないからさ、だから別のものをプレゼントしようと思ったの。ドーン！というわけでプレゼントだよ隊長。目の前だよ、目の前。そうだよ、プレゼントは僕だよ。みんながプレゼントをきれいに包んでたんだ。お菓子は作れないけど、これなら僕でもできるからね。本当は気持ちを込めた手作りのものがいいみたいだけど、僕には僕の気持ちがいっぱい詰まってるし、セーフだよね。似合ってるってさっき言ってくれたってことは気に入ってくれたってことだよね。ずっと一緒にいてあげるから僕のこと大事にしてよね。そんなことよりみんなにもらったお菓子があるから一緒に食べよう。